今日はこちらの田んぼのお手伝いをしてもらいます。まあこちらといっても先生とこの田んぼですが、あ、違う、別にバイト雇うお金がないとか、先生が家の手伝いするのが面倒いとか、だから生徒に労働させるってわけじゃなくてね。ちょっとみんな落ち着いて冷静に考えよう。まずね、今回うちは先生ではなくみんなの友達として来てましてね、だからそういう責任とかそういうのはね。私たちがしっかりしないともうダメかもしれない。ちょいと寝ちゃったけど電車まだ来てないよね。まさかみんなに忘れられてなんてことないよね。なんたってうちの生徒だもの。そんなわけないよね。逆炉で焼いて焼きもろこし。ん？なに？お前も食べたいの？いいぞ、たらふくを食べ。ん？二人とも食べます？もろこし。なんでウサギみたいな真っ赤な目をしてるの？見事に餌で釣れました。よし、今日は姉ちゃんが腕によりをかけて料理作ってやるぞ。おお、料理なの？春野菜にサラダオイルと塩コショウして、さ、召し上がれ。うん、いける。いけね、寝ちゃってた。早くプリント整理しないと。うわ、変な顔の人形いっぱいじゃん。え、聞こえないよ。あ、髪留めが枝に。もう髪留め取ってくる。ん？なんか音するん。気づいてくれた。やばい、お化けいた。やばい、マジモだこれは。カスネ、こうなったらあらかじめ明日の授業の質問決めといてうちに教えておくってのはどう？なるほど、それで夏美がちゃんと答えられればうちもちゃんと授業してると思ってもらえる。夏美くん、うちは仮にも一教師、そんな八百長みたいな真似はできない。さっきはなるほどって言